どうも、太蔵です。先日インスタグラムで何でも質問募集をしたところ、質問がいくつか来たので、今日は質問コーナーにお返事をしていきたいと思います。まず1本目、しゅうくんから、太蔵さん品川デートしましょう。はい、しましょう。次、なたのんすくん、受けしたことがありますか。あります。死にました。血まみれになりました。二度と僕はもうやらないって思った。あれは高校2年生の夏だった次、成田光くん、初めての P は何歳ですか。12歳の時かな。はい、次もう一人来た。成田光くん、もう一件なんか質問来てる。初体験は何歳ですか。これ言っていいのかな。言えないよね。やばいよな。高橋大和くん、男子としたことありますか。はい。次、 OG04143、 初体験はいつですか。あ、かぶるね、これね。インスタに返事しました。次、三津岡谷、タイプはどんな人ですか。外見で、そうだな、例えば外見、さっぱりしてる感じ、台湾っぽい感じ台湾っぽい感じ。次、ラクリーさんから、メンタマン2つパチパチってことかな。パチパチ。次の質問、アスカラブくんこれね、発言したらやばそうだからインスタに返事しました。次、マリカくん、筋トレが続く秘訣は何ですか。自己暗示。佐藤くん、どこに住んでるんですか。東京です。次、ノイズくん、元気。元気です。次、アウェーサーマーくん、太蔵くんの太蔵くんはどうやったら見せてくれますか。太蔵ハウスに予約してみてください。マサトくん、楽しみたい。 OK。 次、マサッチくん、好きなおパンツブランド教えてほしいです。G-3 とエッジが好きです。次、 TIPCT、 どんな食べ物が好きですか。ハンバーグ。次、これだ。321くん、よく着る服のブランドとか聞きたいです。僕服はね、もうないかもしんないけど、今日着てるこれ、ダブル D とかって昔買ってたんだけど、なんかね、台湾の服です。あと OMG よく着てる。あとね、最近よく着てるのは、みんなも知ってるかもだけど、ポリスター買ってます。よく着てます。あと、太蔵さんに会うにはどうしたらいいですか。さあ、 SS ファゴットくん、僕に会うには Twitter から DM してください。気がついたら返事をしたいと思います。あと、みじゅうろうくん、たちですか。はい、
キーシャー君、キーシャー君ファンですありがとう恥ずかしい。はい、ということで今日はですね、皆さんからのインスタグラムにいただいた質問にお返事をさせていただきました。ということで、おデートどしどし待ってます。ちなみに時々いいねとかリツイートしてくれた方にですね、突撃メッセージをツイッターの方でやっておりますので、よかったらいいねとか待ってます。あ、注意してほしいのは突撃メッセージが来るので気をつけてください。以上です。お疲れ様でした。